それからあと一つ気になることは、なんかどこの病院に行くのか。しかしながらやっぱり一般の病院にですね、この今の新型コロナウイルス感染症を入院させていただくとですね、みんな感染が増えると思うんですね。でこれは最近出てきたデータで、これ死亡数と同じで感染力が強くなる。デルタ株。そうなりますとね、今までの従来株、あるいはアルファ株ぐらいまでは、まあ、ちょっと、インフルエンザに手が生えたので、あるいは同等ぐらいから出たのが、かなり感染力が強いという話になってますので、それからデルタ株自体の、まあ、怖さっていうのもまだちょっと分かんないと思います。はい、ですね。ですから、その辺をきちんと判断した上で、それから繰り返しになりますけれども、体制を整備した上で、この認知症という意見を出していくという、まあ、ちょっと今の状態が、
じゃあ机の上に置こうか、うん、できたのが再生もするできたのこんな感じまたぐるっと一回手回すと外れたところに OK 切るよ、うん、なんじゃないはい切るよし切った